アナスタシア・ユーリエーブナ・ナグレーベンキナは、ロシア・モスクワ出身の女性フィギュアスケートアイスダンス選手。2006年トリノオリンピックアイスダンスアルメニア代表。パートナーは、バズゲン・アズロヤント・ビタリー・ノビコフ。ロシアのモスクワに生まれ、5歳の時にスケートを始めた。12歳の時にアイスダンスに転校し、やがてバズゲン・アズロヤントカップルを結成し、ロシア代表として、 活動を始めた。1997年のゴールデンスピンで2位となるなどしたが、1998年にアズロジャンとのカップルを解散。新たにビタリー・のビコフとカップルを結成し、活動を始め、1999から2000年シーズンから国際大会へ出場した。2001から2002年シーズンには ISU グランプリシリーズ参戦を果たしたが、 同シーズン終了後にカップルは解散した。2002年アズロジャンとカップルを再結成しアルメニア所属選手として活動を再開した。2003から2004年シーズンから再び ISU グランプリシリーズに参戦を果たし2005年 NHK 杯ではアルメニア選手として初めて ISU グランプリシリーズのメダルを獲得する。2006年トリノオリンピックでは コンパルソリーダンス22位、オリジナルダンス20位、フリーダンス21位となり、総合20位に終わった。トリノオリンピック以降、ISU グランプリシリーズで表彰台に上ることはなく、2007年世界選手権では22位に止まった。引退後は結婚し2010年に息子が生まれている。現在はモスクワで自身の名を冠したフィギュアスケートスクール。 を創立して経営している。ロシアゴラテン本寺、アナスタシアユヤベナグリーベンキナ。ありがとうございます。